ノイズ。受験の時期、ラジオを聞きながら深夜勉強していると、ノイズが入って、その後女の子の声で、階段一段登ったってラジオから聞こえてきた。次の日も、階段二段登った。また次の日も、階段三段登った。時間は決まって午前2時。それが一週間くらい続いたとき、さすがに変だなと思って、ラジオ局に問い合わせをしてみるも、そんな放送はしていない、との回答。友達もみんな聞いていない。でもその後も、毎日階段を一段ずつ上がってくる。はじめに聞いた日から12日目。友達がふざけ半分で泊まりに来た。そして午前2時。またノイズが入って女の子の声が。階段12段、登った。その時気がついた。部屋は2階。家の階段は13段。慌てて部屋を飛び出すと、階段のところに、6歳くらいの黒髪のおさげの女の子が立っていて。あと1段だったのに、と言って、スーッと消えた。それから、ラジオは夜には聞かないようにしている。山奥の寮。小学生の頃、宿泊合宿ということで、私は山奥の寮に泊まりに行きました。山奥の寮というと暗いイメージを感じますけど、その寮は昔からスポーツクラブや近隣の学生の生徒たちが泊まりに来る老舗で、山の眺めもなかなかいいものなんです。その宿泊合宿でも、クラスの友達とはしゃぎ回ったり、山登りをして、いい景色の中で、美味しいお弁当を食べたりして、楽しい思い出ができました。一つの階段を除いては。私がその話を聞いたのは、宿泊合宿当日の夜のことでした。私を含む生徒たちは、見回りの先生たちの目をかいくぐって、トランプをしたり、百物語をしたりしていました。そういった無邪気な遊びの中で、誰かがこんな話をしました。昔この寮で働いていて、自ら命を絶った男の人がいたらしい。今でも夜に寮を出歩くと、その男の人が出るらしいんだ、と。その時は他の階段や遊びに生まれてしまい、その話は特に目立ちませんでしたが、その話は他の嘘くさい話とは少し違っていて、妙にリアルだったことを覚えています。子供がする階段は、その時の他の階段のように、派手なお化けが出てきて怖かったとか、簡単に人が呪われてしまったとかいうオチがついていて、そんなの嘘でしょ？バレた？嘘でした。
と言って笑って終わるものも多かったんです。ですがその話は特段子供らしいオチもなく淡々としたものでした。さてその日の夜、私は夜中にトイレに行きたくなって目を覚ましてしまいました。トイレに行くには暗い廊下を進んでいかなければなりません。それに見回りの先生に見つかったら、どうして寝る前に行かなかったんだなどと小言を言われてしまうに違いありませんでした。なので人目を盗んでひっそりと誰にも見つからないようにトイレに向かったんですけど、そこに行く道すがらにいたんです。ぼーっとした男の人のようなものが。それは子供ながらにこの世のものではないだろうということはすぐわかったんですけど、それ以上のことはわかりませんでした。というのも、私はその後怖くなってしまい、すぐ布団に戻ってしまいましたし、向こうの方もそこまで私のことを気にかけてはいなかったようですから。地元に帰ってくるたび、この話を今でも思い出します。姿を消した村人。北カナダ、モンティ町からさらに600メートルほど北に、その村はあった。大人と子供を合わせて30人くらいの小さな村である。1930年3月、漁師のジョー・ラベルが、数ヶ月ぶりにその村を訪ねた時のことだ。人影もなく、静まり返った村の様子に彼は驚いた。村の中を調べてみると、村人が一人残らず消えていたのだ。小屋やテントの中にあるものは何も変わらず、火にかけてあったと思われる鍋の中身は、そのまま凍りついてしまっていた。村人が防寒用に使っているアザラシの毛皮でできた上着や、彼らが大切にしていたライフル銃もすべて残されたままだった。旅に出るときに使うソリや、付近のアンジクニ湖につないである彼らの船もそのまま残されていた。30人の村人は、どこへ消えてしまったのだろう。たった数ヶ月の間に、この村には何が起こったのだろうか。ソリも、船も使わず、ライフルや上着すら持たず、彼らは一体どこに行ってしまったのだろうか。この不可解な蒸発事件は、未だに、謎に包まれたままである。小舟。友人のケイといるとよく怖い目に遭います。僕らが初めて会った恐ろしい体験です。夏休みにキャンプに行きました。かなり遅くまで起きていて、話をしたり、海も近かったんで、泳いだりして遊んでいました。僕とケイは泳いで疲れていたんで、砂浜に座って話しながら、泳いでいる友人たちを見ていました。ふと沖の方を見ると、ぼんやり光る、ボロい小舟が浮かんでいることに気がつきました。ケイに、あれ何かな？
と言うと、彼は真っ青になって、泳いでいる友人たちに、海から上がれと叫びました。びっくりした友人たちが、海から上がって集まってきてから、彼が語り出しました。僕には船しか見えなかったんですけど、船の上に、白い着流しのような服を着た子供が乗っていて、表情は怒りに満ちて、こっちを睨みながら手招きをしていた、と彼は言っていました。そのキャンプ場では、様々な不思議なことが起きました。トイレの電気が勝手についたり、僕らしかいないのに、山の方から笑い声が聞こえたりと、本当に恐ろしかったです。K と僕は、その後も二人でいると、よくこんな不思議な体験をします。よければ、また話したいと思います。墓地での露営。学生時代、一人で山に行って、適当な場所で勝手にテントを張った。近くにはキャンプ場があって、悪いことではあるが、こそこそと水などを汲むにはちょうどいい。ふと散歩を思い立って、川に架かる橋を渡ると、平坦な場所に出たのだが、そこはかなり古い墓地だった。鎌倉時代を思わせる石塔を眺めるうち、その墓地にテントを張りたくなってしまった。墓地での露営など考えたくもないし、気色悪いという思いは無論あった。テントを張った場所に戻る頃には雨が降り始め、先ほどの巨木に囲まれた平坦な地面がどうにも恋しい。テントを大雑把に畳んで、その墓地に向かおうとした瞬間、ふと思った。なぜ墓地で一夜を明かしたいんだ？なぜそんな気持ちになったんだ？恐怖とは違う。不思議な感情に捉えられ、下山を決意した。すでにバスはない。夜の雨の中、麓まで歩けば3時間はかかるだろう。それでも俺は、麓を目指して歩き始めて、最後はほとんど走り出さんばかりになっていた。なぜあの時に限って、墓地で露営したくなったんだろうか。怖いというよりも、不思議な感じだった。午後からのあなたの運勢を占う。午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はグーを出しました。ですのでパーを出したあなた、午後からきっといいことがたくさんあると思います。ということで今日のラッキーアイテムになります、コンビニスイーツでございます。いろいろありますよね。まあ、どこからどこまでがコンビニスイーツの範疇なのかというと、そうですね。アンパンはコンビニスイーツではないですね。アンパンが出てくる時点でね。あれですよ。プリンとかね。でもプリンも微妙だよね。その、例えばセブンさんのプリンだったらいいんだけど、あるのかな。でも森永とかだったらコンビニスイーツではないもんね。その、独自のやつですよね。その、コンビニさんの独自のやつです。はい。
なので、プッチンプリンとかは多分違うという解釈でございますので、そこは皆さんにね、ご判断はお任せしたいと思います。それでは、おはなるこん、またねー。